まず紹介させていただきますね。 I'm single。 そうですね、 I am single。 私は、シングルっていうのはね、まあね、まあ、その海外のスラングでいろんな意味があるから、私はね、まあ、たった一人ですというね、意味もあれば、私は、まあ、孤独ですとか、私は、独身ですとかね、まあ多分独身っていうね、意味で、まあ、使う、まあ僕も独身ですからね、まあ、そこら辺は否定はできないなというところもありますので、まあしょうがない、まあしょうがないなというね、ということになりますね。はい、以上で次、これなんかね、いろんなおむつみたいな詰め合わせなんですけれども、これを見てみますとね、ちょっとごめんなさい。俺も最初これがね、何か分かんなくてね、ちょっとあの一緒になんか説明書きみたいなのが書いてあったんですけれども、これですね。見えますか？軽失禁と上手に付き合って生き生きとした毎日を。軽失禁っていうのはまあね、漢字を見ていただければ大体わかると思うんですけれども、あの軽い失禁ですね。あのわかりますか？あのなんだろう、ちょっと立ち上がった時にああみたいな感じで、ちょっとそのなんか残業感の残業がちょっと出ちゃう感じ、わかりますか？あの若い方にはわからないと思うんですけれども、あのちょっとね、あの座った時にこのなんだろう、残業感の残の部分がこうちょっと出ちゃう部分のことを多分ね、軽失禁っていう風に思うんですけれども、あとそう、くしゃみした時とかね、うわーしゃんってなった時にこの残業の部分がこうチュッてなったりするようなね、部分を多分総称して、まあ、軽失禁っていう風にね、まあ、言うんだろうですよ。それでちょっとね、なんかあとはなんだろうね、全然あのおしっこを漏らした感じはしないのに、あのいざあの下を見てみると、あれパンツがみたいな、あのなるところを多分総称して、軽失禁って、あ、これ僕がなってるわけじゃないことだけはちょっとね、あの声を大にして言いたいんですけれども、なんと、これはですね、まあそういった、まあなんだろう、旅先にもしかしたら、そうなんだろうね、旅先で軽失禁して、うわお前漏らしとんやないかいみたいなね、感じので、まあ友達を失わないための、まあ、予防策というかね、これで、あなたも、まあ幸せな毎日を送ることができるのではないかなということで、もうちょっと詳しく見てみないとちょっとわからないですね。ちょっと読み上げさせていただきます。尿失禁とは、膀胱から少量の尿が自然に漏れてしまう状態を言います。花粉症と同じぐらい一般的なもので、日本には約現在900万人ほどの患者がおり、うち 26% が男性、残り 74% が女性です。皆さん聞きましたか？900万人ですよ。皆さん、この1068人、今聞いてる、まあ、累計だと3790人の方々のうちの 10%、 つまり380人、3800人中380人ですよ、が軽失禁。要はさっき言った通り、なんかこう座った時におしっこがピュッて出て、あってなっちゃうのに、さっきは散々笑ってたけど、皆さんね、気づかないところでもしかしたらあなたも軽失禁になってるかもしれない。ドゥ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 っていうね、ところもあると思いますので、そう皆さんね、そう380人、これはあくまで統計的なものなんで、まあね、正確な値はわからないですけれども、でも3800人いたら、その中の380人、まあ、2000人以上のデータを取れば大体のね、統計学的な割合はね、導き出せるというね、説もありますので、まあここに3900人がいるとするならば、その中の393人は人のこともう笑えねえでっていうね、そういうことなんだと僕は思っております。皆さんもね、この機会に自分のね、なんかちょっとびっくりした時とか、自分のねパンツを、まあ、すいません、女性がいたらちょっと申し訳ないんですけれども、ちょっとね、あの目線をちょっと下げていただいて、あのもしかしたら、これお漏らししてるのかなみたいな、もしかしたら僕もちょっとびっくりした時におしっこがちょっと出ちゃうような感じなのかなということでですね、確認していただければいいんじゃないかなというふうに思います。まあね、そういう方もいらっしゃるので、この予防策っていうのも書いてありますのでね、今回、せっかくなのでね、まあ、ついでに読ませていただこうと思います。軽失禁の症状を予防または軽減するために大切な6つのことです。6つございます。皆さん、この6つのことを覚えて帰っていただければと思います。まずですね、たくさんの水分を取りましょう。これ意外ですね。水分を取れば取るほど、意外となんかそのなんか余剰分がピュッて出ちゃったりするんじゃないかなって思うかもしれませんが、1日2リットルを目安に、できれば、温かいものを飲むことによってなんか防げるらしいですね。意外ですね。なんかたくさん飲んだ方がなんか出ちゃいそうな雰囲気ありますけどね。
うん、ということです。まずは、ストレス、次2番、ストレスをためないように心がけ、リラックスして過ごしましょう。そうですね、だから皆さん間違っても住所など特定されて、なんかね、まあ、そういう見えないものへの恐怖心とかは、そういうね、増強させないように気をつけてくださいねということです。3番、アルコールやカフェインを含む飲み物、炭酸飲料などを控えましょう。炭酸飲料、アルコール、カフェインですね。僕はもう1日の大半を、コカ・コーラを飲んで過ごしておるので、かなりやばい状態だと思われますと。次、匂いを感じたら我慢しない。でもトイレに頻繁に行き過ぎるのもよくありません。これ、これなんかどっちも塞がれる、八方塞がるじゃんこれ。尿意を感じたら我慢しないでください、ちゃんと言ってくださいね。でも頻繁に行き過ぎるのもよくありませんって。何これ、怖っ。これ何だろうね、なんかすごいなこれ。なんかなんかこの、なんだろうね、なんかゲーム脳に対する賛成派否定派の議論みたいな感じですよね。なんかゲームは意外とやった方がいいですよ、いやいやゲームやりすぎは脳が死にますよみたいな、この2つの意見の2つの意見のぶつかり合いみたいなさ。いやこれはちょっとね、恐ろしいですね。はい、次、日頃より骨盤、底筋運動を習慣づけましょう。ちょっとよくわからないですね。骨盤底筋を鍛える運動があるらしいので、皆さんごくぐっていただければいかがでしょうかと。次、尿失禁の症状があると感じたら医師のアドバイスを受けましょう。これだけでええやんもうこれだけでええやんもう。尿失禁の症状があると感じたら医師のアドバイスを受けましょう。うん、もうその結局石だよりやん、もう。それならば最初からもう6番だけ書いとけばいいじゃん、そんな。もうなんかいろいろさせて最後は結局メディカルだよ。いろいろさせてね、うん。最終的には石だよりだよ。やっぱりもうみんなそうだよ、もう世の中。最終的にはやっぱりお医者さんのお世話にならなきゃいけないというね。うん、ということでですね、今の大事な6つのこと、まあね、一度には覚えられないと思うんで、ちょっとね、今、曲を作りますので、それで覚えて帰っていただければと思います。それでは聴いてください。景色の症状を予防または軽減するために大切な6つのこと。1つ、たくさんの水分を取りましょう。1日2リットルを目安に、できれば温かいものを。2つ、ストレスをためないように心がけ、リラックスして過ごしましょう。3つ、アルコールやカフェインを含む飲み物、炭酸飲料などを控えましょう。4つ、匂いを感じたら我慢しない、でもトイレに頻繁に行き過ぎるのもよくありません。5つ、日頃より骨盤底筋運動を習慣づけましょう。6、尿失禁の症状があると感じたら医師のアドバイスを受けましょう。異常の起点を守り、景色対策としてください。